皆さんこんにちは。北海道写真の町東川町の町長、菊池です。この度は対日フォーラムにお招きをいただきまして大変ありがとうございます。東川町は北海道のほぼ中央に位置をしている町でありまして、8600人という小さな町であります。日本最大の国立公園、大雪山国立公園を擁する町としても有名であります。産業は基幹産業である農業、非常に米が美味しい産地でもあります。また家具産業がとても盛んで、非常にデザイン性豊かで高級な家具を生産している地でもあります。今回のテーマ、持続可能な実践、グリーンな影響を共に築こうということでありますけれども、東川町が地方創生に頑張る町としてさまざまな取り組みを実践している内容についてですね、発表させていただき、皆様のお役に少しでも立てるように頑張りますので、よろしくお願いします。皆様に会えるのを楽しみにお待ちしています。よろしくお願いいたします。